どうも皆さんこんにちは、みたです。いよいよ大相撲7月場所名古屋場所まであと1日となりました。明日ですね、明日から熱戦の火蓋が、切って落とされるといったわけなんですが、明日からね、できるだけ、基本的に毎日動画を更新していきたいと思っています。その日の取り組み、注目の取り組みとかね、熱戦とかを紹介していきたいんですけども、今日はそんな前日ということで恒例のあの企画ですね。名付けて大相撲名古屋場所で起こりそうなこと10選ということで、今場所、名古屋場所中、もしくは名古屋場所後にね、起こるんじゃないかなみたいなことをね、10個ほど選んできました。実際に全部が達成されるってことはないとは思うんですけども、こういうことが起きれば場所がね、盛り上がるんじゃないかなっていうことを10個ほどね、幕下上位から幕内までピックアップしてきたので、ぜひ最後までご覧になって、この10個のことをね、ちょっと注目しながら場所を見ていただければと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、ということで早速1つ目からいきましょう。まず1つ目は幕下上位、こちらですね。二所ノ関部屋ダブル新関取誕生ということです。これはね、めちゃくちゃ可能性ありそうですね。二所ノ関部屋のダブル新関取のチャンスといえば、もちろん1人目は先場所幕下10枚目格付け出しでデビューした大の里となっています。先場所はね、初日に敗れ6勝1敗という成績で一場所での通過は逃してしまったんですけども、彼の力っていうものは僕だけじゃなくて、師匠の二所ノ関親方が、この大の里という将来横綱大関を目指せる器の力士が入門してきた時のために温めて名前を挙げた、この事実が物語っていると思います。実際に先場所は初日に負けて以外は幕下上位の力士に対してももうほとんど何もさせない力の差を見せつけました。今場所はね、優勝、6勝だとしても確実に上がるでしょうね。幕下3枚目ですからね、優勝するんじゃないかなと思っていて、昇進はほぼ確実と。対して2人目が高橋ですね。この人も非常にね、好成績を続けて一気に上がってきました。先場所は幕下の13枚目かなとかで6勝を上げています。この人もあと1勝で昇進という感じでしたが、この人がね、西の幕下4枚目という地位なので、この2人3枚目と4枚目、お互いね、6勝とか5勝とかすれば昇進というものが大きく近づくと思います。そして2人ともする力はあると思うので、この2人がね、一気にダブルで新関取っていうのもね、大いにあり得るんじゃないかなと思います。それどころか本割ではね、同じ部屋なので対戦することがないわけなので、優勝決定戦とかでね、当たっちゃうかもね、なんて予想もしています。前回挙げた注目の取り組み10戦でもこの2人の優勝決定戦ということをね、僕は示唆しました。そんな甘いもんじゃねえぞと、幕下は他の力士に失礼だろみたいなお叱りも受けましたが、僕はね、全然あるんじゃないかなと思っています。むしろね、この2人の力っていうのを過小評価しているかもしれませんよ。ということで1つ目は二所ノ関部屋ダブル新関取誕生でした。そうなれば盛り上がりますよね。なんか相撲界全体が盛り上がりそうです。さあ、そして2つ目が十両ですね。こちらが熱海富士十両優勝となっています。熱海富士、先場所は十両で13勝2敗という成績でした。もう本来ならね、優勝できていてもおかしくないような成績なんですが、先場所はね、なんと14勝1敗が2人もいたという、史上稀に見るようなね、レベルの高い場所だったので、惜しくも優勝は逃しましたが、先場所優勝のね、豪ノ山に勝っていたりと、非常にね、前に出る相撲っていうものがかなり目立っていたかなと思います。先日記事になっていました。場所前の稽古で暑い中30番以上こなし、かなりね、調子が良さそうなイメージですね。本人も
だんだん良くなっている、いい感じですというふうに言っていて、まあ、先場所のね好成績の要因に対しても立ち合いから足が前に出てしっかり当たれたというふうに言っていました。まあ、確かにねかなり前に圧力を自分からかけていくような相撲っていうものが目立っていたような気がしますね。まあこの人フィジカル的にもかなり強いですからね、185センチ176キロ、まあ、堂々とした体格をしています。まあ、北の富士さんからはね各界の大谷翔平なんて言われていますが、まあ、まさにねそれに恥じぬ活躍ですね。もう現在は1回幕内に上がった時よりも、まあ、数段ね強くなっているんじゃないかなと、まあ、そんな気はしていますね。本人はただ当たるだけじゃなくて上手を取りに行ったり、まわしを先に取らなくちゃとさらなる改善を目指す考えということで、まあ、一番一番自分の相撲をやろうと意識していたら結果が出たと、まあ、地に足もついている。まあ、この力士全関取の中で落合白鵬の次に若い関取ですから、まあ、こういう力士がね活躍していくと相撲界盛り上がっていくと思います。頑張れ熱海富士。そして3つ目、幕内に入ります。これがね僕結構あると思ってるんですよね。遠藤関優勝争い、いやいやいやと思ってる人いるかもしれません。ただ結構ねちゃんとした理由があるんです。まず遠藤関来場所の番付なんですが、東の前頭16枚目ということで、もうほぼほぼ幕尻までね番付を下げてしまいました。先場所がね前頭2枚目だったことを考えると大きく下がっちゃいましたね。まあ、成績も成績だったんですけどね。まあ、先場所は7連敗の後、まあ、怪我の影響で休場となってしまって、怪我の具合っていうのはね心配なんですが、ただ先日の記事ではかなりね6月に入ってから精力的に申し合い稽古に参加しており、まあ、調整がね順調な様子というふうに出ていました。その日の記事では大栄翔、あの大関取りに挑む大栄翔相手に2連勝と、まあ、そんなことも書いてありましたね。1番は引き落としで勝って、2番目は前みつ引いてからの寄りで勝ったと。これがね遠藤関ですから、まあ、大栄翔相手にこの相撲が取れているというのは、まあ、6月からね精力的に稽古に参加しているという状況を加味しても、まあ、怪我っていうのはね先場所よりはかなりいいんじゃないかなと思いますね。それに遠藤関やはり力っていうものはちょっと落ちてきてるかもしれないんですが、技術っていうものはね各界でもほんとトップオブトップなレベルだと思っています。実際に下位に番付を下げた時っていうのは結構ね2桁勝利上げてることが多いんですよね。そして優勝争いに絡んでいくみたいな展開も10勝11勝みたいなこともよくあります。まあ、なのでねこの番付16枚目だと序盤はね幕内の下位の力士との対戦が続くと思うので、まあ、そこでねうまく白星を積み重ねていけば優勝争いに絡んでくることもあり得るのかなと思っています。まあ、来場所ではね新入幕の力士がいっぱい入ってきて、その中ではね白鵬鵬との史上最速入幕対決みたいなのもね注目なんですが、まあ、来場所の遠藤関ちょっとね目が離せないのかなと思っています。そして4つ目、白鵬鵬2桁勝利と、まあこれですよね。先ほど紹介した遠藤関と同じく史上最速3場所での入幕を果たした白鵬鵬ですが、先場所はね14勝1敗、まあ、優勝は逃したんですけど堂々の成績でしたね。先場所は大きなねテーピングを肩に、左肩にしていたことが、まあ、ちょっとこう、話題になってましたね。肩大丈夫かと。で本人はかなりね肩が悪かったというふうに言ってましたね先場所。まあ、もともと悪かったのを、まあ、さらに痛めたみたいな感じだったんですが、その中でほぼぶっつけ本番で挑んだ先場所で14勝とまあ何が起こってるんでしょうかって感じなんですけども、先日の記事では肩の状態っていうのはまあもちろんめちゃくちゃいいわけではないんだけども、先場所よりはねかなりいいというふうに言っていました。まあ肩に不安がある中でも稽古が詰めているといった感じのことも言っていたし、まあ本人はねまあ、肩の怪我っていうのはまあしっかりもちろん治してほしいところであるんですが、まあ、そこでねうまく付き合っていくやり方っていうのを覚えたのかもしれません。そしてあれだけの力士ですからね2桁勝利、まあ、本人の目標はね
師匠の新入幕の時と同じく12勝と言っているんですが、ありそうだね。まあ、幕内力士フィジカルがね一段階上がって、強さっていうのも重量とはね比べ物にならないものになっていくかもしれません。それでもやはりね、伯桜鵬相手をしっかり分析する力もありますから、まあ、ベテラン力士がね多い幕内界ですけども、逆に言えばねたくさんの研究資料があると。ベテランの力士からしたら落合の資料っていうものはねあまりないという状況なので、まあ、そういう意味でもね2桁勝利っていうものを掴む可能性っていうのはね大いにあるのかなと思います。というか2桁勝利、まあ、12勝は分かんないけども、2桁勝って場所を盛り上げてほしいなと思いますね。はい、来場所15日間伯桜鵬毎日楽しみ。さあ、そして5つ目がこちらも新入幕の力士ですね。もう最近本当にこの力士が好きです。豪ノ山、新入幕で大暴れ。これはね、これは俺ねあると思うし期待したいと思います。まあ、豪ノ山先場所の十両の優勝力士で、埼玉栄から千代大学に入って、まあ、今場所から幕内となりました。まあ、体型はねちょっと貴景勝に似ていて、まあ、相撲も押し相撲という形なんですけども、この力士がね場所前いい稽古してるんですよね。まあ、先場所から本当に押し相撲っていうものが光っていて、先場所、ここ数場所って感じですね。豪ノ山の師匠の武隈親方、元大関豪栄道さんからも押す力は幕内でも通用すると言われていました。そんな中で場所前には朝乃山と稽古して横綱照ノ富士に指名されて、さらに小結びの琴ノ若らと稽古して、さらには新大関の霧島と稽古もしている。新大関の霧島相手には3連勝をするとか、まあ、そんな記事もありましたね。まあ、照ノ富士朝乃山に関しては、まあ、なかなかね勝てなかったみたいなんですけど、もちろん琴ノ若に対しても。ただねやはりこれだけ幕内の上位の力士の力を実感できたっていうのは、こうメンタル的にもね本人の体のとしての経験値的にも非常にいい傾向ができたんじゃないかなと思います。あ、幕内の上位ってこんぐらいなんだと、じゃあここに届くためにはこうすればいいっていうのがね頭と体ねしっかりこう分かったと思うんですよね、この場所前の大事な時期に。強くなる力士っていうのは本当ね寝て起きたら強くなってるって言われることもあるぐらい、毎日っていうのはねすごく重要な、毎日の稽古っていうのがね重要な存在になってくると思います。まあ、豪ノ山ねやっぱり師匠の豪栄道さんに連れられて、まあ、いろんなところに出稽古行っていろんな人に稽古して、まあ、思いぶつかりとかも受けてますね。相当ね、まあ、2、3日で強くなるのは難しいとは、まあ、現実的には思うんだけども、本人の意識っていうのがねかなり上向いてきたんじゃないかなと思っていて、そういう意味では、まあ、豪ノ山ねもともと力もあるし、来場所暴れる可能性っていうのはねあるんじゃないかなと思いますね。というかね見てみたいですね、豪ノ山の立ち合いからの一気の押し相撲、幕内でどこまで通用するのか非常に楽しみですね。さあ、そして残り5つですね。6個目、これはね辛いけど頑張ってほしい、御嶽海の復活ですよ。まあ、本当つい先日ですね、悲しいニュースがありました。御嶽海の、まあ、お父さんがね亡くなったというニュースが入ってきました。まあ、非常に残念なニュースで、まあ、本人もね長野にとんぼ返りして、まあ、そして明日からの本場所には予定通り出場予定ということで、まあいろいろとこう整理がついていない中だとは思うんですが、まあ突然だったみたいだし、ただねそんな中だからこそ頑張ってほしいっていうものがありますね。まあ御嶽海思えば先場所まで約1年ほどねずっと負け越しが続いて大関から陥落してしまいました。ただ先場所は久々の勝ち越しもあり、まあ、上位力士にもね勝利していたりと、ちょっとこう戻ってきていたのかなという印象もありました。そしてねお父さんが亡くなる前ですけども長野で合宿が行われていたりとか、まあ、こう地元のね
熱い応援のパワーっていうものをひしひしとね感じていたと思います。まあ、その中でね悲しいニュースはあってしまったんですが、だからこそね御嶽海もう一花咲かせてほしいなと思います。本当に、まあ同級生ということもあってちょっとこう他の力士よりはね思い入れがある存在なんですけども、まあ、それも加味してね御嶽海ぜひ復活頑張ってほしいなと思いますね、心から。さあそして7つ目がですね、これが今場所最大の注目ポイントとなるでしょう。トリプル大関昇進ですよね。あるかな、あるかな、でもあってほしいと思いますね。まあ、三者三様それぞれ持ち味が違う力士ではあります。大関取りを公言して自らプレッシャーをかけていくスタイルの大栄翔、自然体の豊昇龍、そして謙虚な若元春と、その場所大関取りに挑む姿勢っていうのも大きく違ってくるんですが、ただ間違いないのは全員がチャンスであり全員がその力を持っているということですね。実際は大関が2人に増え、そして横綱が健在と、そして自分たちでも星を潰し合わなきゃいけないという状況の中で3人とも上がるっていうのはねちょっと難しいのかもしれないんですが、ただねやはりこれが盛り上がれるのはね場所前だけですから、まあ、場所中どうなってるか分かんないからね今のうちに散々期待しておこうと思います。まあ、星の上ではね若元春と豊昇龍が12勝が必要、大栄翔は11勝が必要となっていて、まあ、星勘定では大栄翔が一歩リードしているんですが、まあ、横綱大関戦の結果次第ではね、まあ、星が一つ足りなくてもみたいなこともあるかもしれません。そういう意味ではね上位戦っていうものはいろんな意味でねやっぱ大きな鍵になってくると思います。やはり大関横綱3人のうち1人か2人は確実にはね食わなきゃいけない、そんな状況になってくると思います。まあ、史上初のトリプル昇進となればね、まあ本当に盛り上がるでしょうね。いろんなニュース盛り上がると思います。相撲人気さらにね熱がかかる、拍車がかかるかもしれないのでね、3人プレッシャーはあると思うですがね頑張ってほしいと思います。そして8個目、まあ散々トリプル大関昇進というものを盛り上げといて言っているのもなんなんですが、まあこれもあるんじゃないかなと思っています。大関取り全滅、これ一番最悪だな、一番最悪なんだけどなきにしもあらずっていうのが怖いですよね。まあ、全員が負け越して終わるとかは考えづらいと思うし、それはないとは思うんだけど、どうだろうな、3人が9勝9勝10勝とかね、で10勝上げた1人だけがまあ継続で、他の3人他の2人はちょっとどうなるか分かんないみたいな展開とかもね、まあなきにしもあらずですよね。もちろんねそれは可能性としてはありますね。そうなってほしくはないんですよ、俺だってそうなってほしくはないんだけども、これは一番最悪の結果なんですが、ただ起こる可能性っていうのも十分にあると思います。でも怒ってほしくないな、怒ってほしくないけど、まあ怒らないことを全力で祈るといった感じですね。さあそして残り2つになりました9個目、これは皆さんの大きな望み希望かもしれません。朝乃山復活優勝、ありますかね。まあ久々に上位総当たりの場所に戻ってきた朝乃山、東前頭4枚目ですね。ちょっと腰の状態がねあまり良くないみたいな記事があったので心配なんですが、まあ、場所前はね結構稽古をねしっかり積んでいるといった印象ですね。朝乃山の弱点押し相撲と、自分より大きな四つ相撲の力士ですね。まあ、自分より大きな四つ相撲ってまあほとんどこの辺だと横綱になってくるんですけども、まあ、そこに対してね課題を挙げているということで、まあ、本人もねこっからが本当の勝負と言っています。まあ、本当にそうだと思います。ただねやはり強い、これは間違いないので2桁勝利っていうものをね
本人は目標にしているし、さらには優勝を目指していきたいということも公言しています。やはりね、元大関でこの地位に戻ってきたら、まあ、そりゃ優勝目指さなきゃいけない存在だと思います。そして一つ、まあいいポイントとしては、立ち合いがね、改善してきたんじゃないかなと個人的に思っています。というのも、先日大相撲の相撲協会の公式 YouTube に上がっていた豪ノ山との稽古で、左の上手がね、非常にこう早くなっていたと。立ち合い当たってバーンと組む左の上手っていうものが相当こうね、改善されていたように見えました。朝乃山の弱点といえば、立ち合いからのね、圧力が強い分、回し取れずにね、結構ガンガン出ていけちゃうと。そしてその左の上手がね、取れてない状態でこう寄っていくので、状態が上がって結構土俵際危ないみたいなね、展開が多かったんですが、もしね、上手が取れるようになれば、まあ、そういう事故が起こらなくなるし、やっぱり胸合わせで四つで組んだらね、朝乃山、まあ照ノ富士以外にはね、ほぼ勝てるんじゃないかなといった状況ですね、実際。強さ的にね、まあ、組ませてくれるかっていうのはもう別問題なんですけど、組んでしまえばね、結構勝てると思っているので、まあ、その立ち合いが上手が取れるようになれればね、照ノ富士以外には取りこぼしっていうのがね、相当減るんじゃないかなと思っています。まあ、そういう意味ではね、復活優勝っていうものが、まあ、十分期待できるのかなと思っています。さあ、そして最後10個目、まあこれがね、硬いかもしれません。照ノ富士2連覇、やっぱこれですよね。まあ、場所前にちょっとぎっくり腰がみたいなニュースもねあったんですけど、ただとはいえね、先場所14勝1敗堂々の優勝、そしてね、出稽古では、まあ、新入幕の豪ノ山にね、稽古をつけたりと、そんな様子もありました。その稽古を見に行った舞の海さんが、先場所優勝した時と同じようなコンディションに見えると言っていました。あの舞の海さんがお墨付きをつけている体の状態っていうのはね、相当仕上がってると思います。さらに照ノ富士さん、名古屋という場所で優勝したことがないんですよね。2年前の7月場所では優勝したんですが、その時は東京開催でした。この名古屋でね、優勝したいという気持ちは、まあ、相当強いと思います。まあ、本人もね、しっかり仕上がっているという風な感じだったので、まあ照ノ富士コンディションさえ整えれば、やっぱり他の力士よりね、頭一つ二つ抜けていますからね、優勝2連覇硬いなと思いますね。横綱ですから。はい、ということで、今日は名古屋場所で起こりそうなこと10選という風に紹介していきました。まあ、全部がね、起こることはないんですが、まあ、ないというか、まあ、そういう構成だからないんですけど、 100%。 ただこの中ではね、半分以上起これば場所っていうものがね、大いに盛り上がるんじゃないかなと思っています。ただでさえね、盛り上がっているので、さらに盛り上がっていければなと思っています。はい、ということで、明日から大相撲名古屋場所始まります。場所中もこのチャンネルしっかりチェックしていってください。それでは高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ということで終わり。アディオス。